どうも、ゴールデンボイジム会長金子欽也です。仕事から帰ってきたんですけど、食べるものがないっていうことで、特に今日は寒いんでね、ちょっとお腹から温まるものが欲しいなと。まあ一人暮らし状態してるとね、やっぱりこうお味噌汁とか飲みたくなるんですよね。でもつい面倒でこう何も作らないままになってたんで、まあ、簡単にできる味噌汁作りっていうのをちょっとねやってみようかなと。さてまず用意するのが大根、そしてなんとなく健康志向で小さい人参、そしてオーガニックの手作り味噌、そしてここだけはちょっと贅沢なんですよね。こうかなり立派な椎茸を、これ患者さんにいただいたんですよ。だけど干し椎茸をね、一部使うと。干し椎茸ね、すごいいい出汁出ますからね。まあこれ今回は簡単に調理しちゃうっていうことで、水で戻したりはしません。はい、まあまず入れるものですけど、一人前よっていうことで、まあ大体一人前だったらこんなもんかな。こんな風に入れて、そして大根、まあ大根をね薄切りにして、この大根の千切りを入れるお味噌汁、うちのおばあちゃんがねいつも作ってくれたやつなんですよね。おばあちゃん今97歳ですけど、今足が悪いんでね、作ってもらうこともできないんですけど、さあ、さてこれどうして入れるかな。これも薄切りにするか。半分は生で食べよう。生でこれどうやって食べるかっていうと、お手製ドレッシング作ってあるんですよ。今回はね、普段アマニ油も使うこと多いんですけど、今回エゴマ油で作ってます。エゴマ油と米酢と、あとは海水塩少々で、もう一つ、オーガニックのガーリックパウダーなんですけどね、さっさとちょっと振って風味付けにしてます。うまい、めっちゃうまい。これ姫ちゃんも好きでね、姫ちゃん、タツくん、両者とも好きですね。うちのにゃんこも人参結構好きで、このヘタとかを捨ててあるとそれを拾って持ってっちゃうんですよね。わっ、ダメだよ、おいしい。で、味噌と大根と人参と、まあ、入れて、あとはね、これさっき紹介したこの患者さんからもらった干し椎茸、これかなりいいやつなんですよ。でこれをね、キッチンバサミ、はい、これで、普段はね、こう水で戻したりとかしてたんですけど、最近面倒で、このキッチンバサミですよ。よし、すごい気に入ってるんですよ。まあこれぐらい出しとるんやったら、まあこれで十分ですね。3分の1はちょっと取りすぎたかもしれないっていうぐらいで、それにこうやって浄水ポットから水をだーって入れて、どうかな。まあ味噌の量によりですけど、水をだっと入れて、それでガスにかけるのも弱火ですね。弱火でゆっくり煮込みます。まあこれでね、すぐ完成します。あ、ちなみにここで炊いてるのこれ玄米ご飯ですね。さてお味噌汁ができるのただ待っててもあれなんで、先ほどのドレッシングの作り方を説明しておきましょう。まあ、この米酢を少々、そしてお塩を一つまみ、海水から作ったお塩ですね。そしてエゴマ油ですね。ちょっと多めになってしまった。まあいいか、多めの方は俺好きですけど。そして
だからね、実にこの配合とかいい加減で、まあ、塩加減さえしっかりしてれば、まあ、油とお酢の配合比はもう好きでいいんじゃないかなっていうぐらいですね。例えばこういうパプリカとか大根とかざっくり、別にこうやって好みで切ってですね、ドレッシング馴染みがいいようにしただけなんですけど、うまい。さて出来上がりました。これで味噌汁完成です。あったかそう。まあちょっと味見してみますかね。ほら味見してみますかねっていう、いつもはこのまま食べちゃうんですけど、今日は特別これに入れてみようかな。ちょお玉どこ、お玉どこ、これこれ、完成です。ちょっと味見をしてみよう。あ、ちょうどいい。さすが。まあ普段慣れてるだけで、ね、塩加減もバッチリでしたね。はい、りょうくんダメ。いちいちもう食べに来て困ったもん。これ。あ、こちらの方にね、今日のご飯、大根のご飯です。大根と玄米、ちょっとね、普段ちょっと卵も使ったりもするんですけど、まあ今日はこれでいいや。あっさりさっぱりで。あとは、そうだな、豆乳ヨーグルトでも後で食べようかなと。はい、以上でした。いただきます。